皆さんこんにちは、ケイエンジェルです。お元気ですか？3月になりました。また本当にこの2018年も明けて、1月2月2ヶ月があっという間に本当に矢のように過ぎてしまったと思います。私も目まぐるしく今年になってからも本当にいろいろな経験、いろいろな気づき、発見を得て、今にこの3月に到達することができました。ちゃんとこの今のこの体にソウルがまだ入っており、この3月、祝福の月、大切な月、この3月ちゃんと、迎えることができました。それもとっても感謝のことだと思います。そしてまたこの月始めの、去年から始めた月始めのこのオラクルカード、エンジェルカードを使ったメッセージ、スピリットの領域からのメッセージを下ろしてみたいと思います。でもなぜかここ、本日、今日、そしてここ最近、エンジェルカード、オラクルカードをもう使わなくてもいいよ、使わないでディバインのメッセージを直接ハイヤーセルフから引き出してもいいよというメッセージが、降りてきているんですが、でも一応とりあえず今月もカードを使ってみたいと思います。そして今月また私がピックしたカードはこのエンジェルドリームというカード、あれ？エンジェルドリームス、オラクルカード、このドリームバーチューさんのエンジェルドリームスというカードデックを使って、またこの1枚のカードを引いて、そのカードのエネルギーとそのカードのキーワードから今月皆様へ、私にとっても、そしてあなたにとっても、このビデオを偶然でも見つけてくださった方、あなたにとって大切なメッセージ、そして私のこのオラクルリーディング、毎月のオラクルリーディングは今月だけではなく、このカードを、このビデオをいつ見つけてくださっても、いつ必然的に必要なメッセージを聞いてくださるか分かりませんが、これは3月、そしてこれから以降のあなたにとっての大切な気づきのある、祝福を受け取れるアウェイクニング、覚醒を得ることができるメッセージ、ヒントが隠されていると思います。この今月のカードをそれではシャッフルして引いてみたいと思います。皆様はいかがでしたか？この、先月2月も1月に入って、今年まだ数ヶ月しか経っていませんが、2018年明けてどんな感じでしょうか？私にとっては本当に驚くくらいのスピードで成長や、もっともっとアウェイクニング、覚醒が私にとっても起こっています。たくさんのソウルメイトたち、たくさんの私が魂の契約をして、たとえテンポラリーでも、ソウルメイトとの再会、そしてソウルメイトたちからいろいろ学び、いろいろ自分自身鏡のように、ソウルメイトたちが鏡になってくれて、私が気づかなければいけないこと、見なければいけないことを気づかせてくれた、見ることができたという祝福をたくさん今年になってからも、去年の暮れあたりから私は、受け取っています。この1枚のカードが今出たので、わあ、すごくプロフェシー、このカードが出ました。信じられない、このカードが出ました。なぜかというと、先ほどメディテーション、このビデオを撮る前にメディテーションをしていて、瞑想をした後に、この今回選ぶカード、今回引くカードはどのデックにしよう、どのオラクルカードにしようと思って、たくさん積み重なれているカードの中で、このエンジェルドリームスというカードを引いて、そしてぼーっと、メディテーションの後、まだ静かな心の状態で、このブックレットをパラパラとめくっていたのです。このブックレットをパラパラとめくっていて、一度もこのブックレットを実は読んだことがなくて、そしてこの
パラッとこのブックレットを開けた時に、このカード、プリモニションのこのカードのページがたまたま出てきて、もう老眼でほとんど読めなくなって、メガネが今ないので、少ししか読んでませんが、わあ、どんなことがこのブックレットには書いてあるのだろうと思って、少し数行このカードの、ブックレットを読んでいたのです。これだけだったのです。本当にこれは嘘ではありません。このプリマニションというカードのブックレットをたまたま開いて読んでいて、そしてとりあえずブックレットも必要ないからもうビデオを撮影しようということで撮影して数分前に、そしてカードを引いてパラッと落ちた。ディヴァインが選んだカードがこのプリモニションでした。すごい、これもシンクロニシティ、これもディヴァインの導き、プロフェシー、予言、直感能力、霊能力、降りてくるこの感覚、このディヴァインメッセージ、このメッセージは本当にとても大切なように私は今感じています。それではあなたのためのディヴァインメッセージを下ろしてみたいと思います。これからはあなたにも、あなたのハイヤーセルフが、あなたのガイドスピリットが、あなたの内側、この内にハートポータルを通じて、ハートポータルにの中に入っていて、あなたの内なる小宇宙、あなたのユニバースの中から、あなたにとって大切なひらめき、あなたにとってインスピレーションになるような、あなたにとってガイダンスになるようなメッセージが、これからあなたの中にも、あなたの内側からあなたに届けられるというメッセージです。これは私の動画でも何度も過去にも、お話しさせていただいたことがあると思いますが、またしつこく再度ここでもあなたに伝えたいこと、もうインターネットを消しても、テレビを消しても、本を閉じてもいいのです。教会のドアをノックしなくても、どこかのグループに所属しなくても、誰かを教師として、誰かを指導者としてついていかなくても、習わなくても、ライセンスを取らなくても、高い授業料を払わなくても、あなたにとって必要なガイダンスはあなたに与えられるとディヴァインは伝えています。静かな声を、静かなささやきを、小さなビジョンを信じていくようにしてください。夢を、今まで夢を見たときに、朝起きたとき、また夢を見て、鮮やかな夢を見て夜中目が覚めてしまったときに、トイレに行く前に、何をする前に、またお休みに戻る前に、その見た夢の中で覚えている映像、意味がわからなくても、断片でしかそのシーンがもう、記憶の中に残っていないとしても、その覚えている限りのことを書き出してみるようにしてください。夢を綴るようにしてください。プリモニション、あなたにとって必要な、あなたが知りたかった、質問の回答、あなたにとって、あなたがずっと探し求めていた質問への答え、あなたにとってもっともっと道、あなたにとって進むべき道、軌道修正してくれるそのガイダンス、あなたがどちらの道に行っていいかわからないと迷っていた、その、この分かれ、2つに分かれている道の
ちょうど出発地点に立たされているような気分でいるときに、必ずどっちの道に 歩んでいくべきか、歩いていく、行くべきか、あなたにとってしっかりと自信を持って見つけられる、その回答があなたの内側からちゃんとやってくると、あなたの脳裏の中に降りてくる、耳の中でささやく声として聞こえますと、ディバインは、あなたのハイヤーセルフは私のハイヤーセルフと一緒に今ぴったりとつながって伝えてくれています。私の口を通して、私のビジョンを通して、私のハートを通してあなたに伝えてくれています。あなたです、あなたです。偶然など何一つありません。今このメッセージを聞いてくださっているあなたです。これからあなたは目覚めようとしています。もしすでに覚醒していない状態であるのであれば、あなたはこれから確実に覚醒する前です。覚醒する寸前にあなたは今立っています。どんなことでもいいから、そしてあなたの内側から降りてこない、夢の中に現れなかったことだとしても、あなたが探し求めていた質問への回答は、あなたの家族のメンバー、会社の同僚、上司や友人、どこかからパッと携帯電話を朝開いて一番初めに見た Facebook の見出しの誰かのポスト、もしかしたらこのあなたという、あなたの質問の答え、あなたが知りたかった答えは、あなた自身の鏡となってくれている、あなたのソウルメイトであるその誰かが、どこかでこのネットを通じて、メディアを通じて答えとして、用意してくれているかもしれないと今メッセージが降りてきました。その場合もあると思いますが、それでももうあなたは本を開くことも、グーグルすることも、誰かにサイキックの人の扉をノックすることも必要はなくなります。何も誰も誰についていくことも、従うことも、見習うこともこれからは必要となくなります。むしろたくさんのヒーラーやたくさんのサイキック、チャネラーのドアをノックすることをやめていかなければいけません。そう、かえってあなたが何人ものたくさんのヒーラーやいろいろなメソッド、このヒーリングのメソッド、スピリチュアル、チャネラーや霊能者のいろいろな人々のセッションを受けたり、ドアをノックしたり、彼らの本を読み漁ったりすることによって、それはかえってあなたにとって自分自身を信頼できない、自分自身の内側から来る直感、この、感覚、ビジョンなどを疑ってしまっているというサインになります。そして自分自身を疑う、自分自身を信じられない、自分自身の内側から来る一番正しい、あなたにとって一番真実な答えを信じられないという、あなたのその意識が、このあなたのハイヤーセルフとあなたを遠ざけてしまう結果につながります。あなたのそのビジョンを、薄くしてしまう、ぼやかしてしまう、ことにつながります。ですから、これからはあなたがあなた自身のヒーラーとなって、あなた自身のチャネラーとなって、霊能者となって、スピリチュアル教師となって、あなたは外側をノックするのではなく、内側のこのハートのポータル、ハートにあるこの大きな大きなトンネル、ポータルへの扉、もしその扉が開いていない状態であれば、ノックするようにしてください、していってください。
これからあなたはあなた自身の教師として、ヒーラーとして、チャネラーとして、霊能者として、サイキックとして、あなただけを頼って、そして周りの人の、周りの人々の教師たちの、チャネラーたちの意見と違っている意見をあなたが内側から受け取ったとしても、まず一番初めに信頼するのはあなた自身のその内なるビジョン、内なる予言、内なる回答、それあなた自身の回答があなたにとって真実であり、あなたにとって一番あなたを成長させてくれる、あなたを豊かにしてくれる、あなたがこの人生、生まれて、体を持って生まれて、この今存在しているというその意味を一番満たしてくれる回答があなたの内側からやってくる回答だと言っています。これから目覚めるあなた、まだ目覚めていないと感じられている、まださまよっていると感じられているあなた、これからあなたは確実に目覚めていきます。どうして今存在しているのか、どうして今の状況を、生活を、家族を、配偶者を、職業を、キャリアを選んだか、すべてあなたが理解できる時が間もなくやってくるはずです。この人生の中でやってくるはずです。あなたが教師であり、そしてあなたこそが、あなたがずっと探し求めていた光であり、その光をあなたが自分で受け取って、そして思いっきりその光を内側から輝かせていく時がついにやってきたとディヴァインは伝えています。自由な鳥のように空高く、空高くあなたはどこにでも飛んでいくことができるようになります。重苦しく鎖でつながれていたような今までの状態からあなたは解放されて、鳥のように軽やかに、自由にどこにでも飛んでいって、どんなものも見れるようになります。この体がまだ重くて、まだ翼を感じることができなくて、まだ地面にしか足を使って歩くことしかできないと感じられているあなた、でもまだ翼を感じる前に、翼を持っていたと知る前に、気づく前に、実際に空中に浮遊して、鳥のように、飛行機のように自由に飛ぶことができると、あなたが知る前に、あなたは鳥のように、意識のレベルで、意識の段階で、どこの世界中、どこにでも、どこのディメンションにも、一瞬にしてもあなたは飛び立って、知りたいもの、見たいものを見ることができる、できるのです。リモートビューイングという言葉を聞いたことがあると思いますが、アストラルトラベルとはまた違っています。アストラルトラベルは実際に自分の体、このエーテル体となった自分の体が体から抜け出て幽体離脱して、他のディメンションや他の国、他のお部屋、他の地域に実際に旅をすることがアストラルトラベルです。そしてアストラルトラベルをすると、ほとんどの場合、この私たちのこのエーテル体のボディがその場所で目撃される、他のディメンションでちゃんとあなたという存在がトラベルしているということを目撃されるのがアストラルトラベルで、リモートビューイングというのは、体を幽体離脱することなく、体から魂をの、抜けることなく、この意識だけで
目を使ってあなたのスピリチュアルアイ、霊的な目を使って体を抜けることなく他の国や他の場所、他の地域、他のディメンションを垣間見る、この覗き見するということ、することができるのがリモートビューイング。簡単に説明するとそれがアストラルトラベルとリモートビューイングの違いですが、リモートビューイングの今でもあなたはリモートビューイングがちゃんとできると、ディヴァインは伝えています。リモートビューイングをすることによってあなたは実際に鳥となったように、鳥のように自由にどこの世界もどこのディメンションも飛んでいって、どんなことが繰り広げられているか見ることができると言っています。あなたは自由な存在です。あなたは束縛されてなんかはいなかったのです。あなたは鎖でつながれていることなんてなかったのです。そして実際にそれをあなたがしっかりと悟る時がやってきます。そろそろやってきます。身も心も体も魂もすべて意識も自由に、鳥のように自由に飛び出すことができる、間もなくそんな時がやってくるとディヴァインは伝えています。あなたはこの地球上のカルマのこの自爆、カルマのカルマによるあなたのこの束縛、拘束されていたような状態から自由になりました。自由になることができます。もうカルマを背負っていくことはありません。カルマをあなたはもう脱ぎ捨てたのです。たくさんのヒーリングワークやたくさんのこのインナーチャイルドワーク、いろいろなスピリチュアルワークをあなたはもしかしたらしてきたかもしれません。今もしているのかもしれません。でも今まで昔みたいに過去生のようにこの今の人生での過去を振り返って今までのようにたくさんこの重いヘビーなインナーチャイルドワークやヒーリングワーク、エナジーワークをこれからはしていく必要がなくなるのです。ついにその大変だったワークから、エナジーワークから、お勉強からあなたは間もなく卒業するのです。高いお金をかけて長い時間を費やして、何ヶ月も何年も 何時間も費やして、あなたはワークをする必要が間もなくなくなるとディヴァインは伝えてくれています。あなたは自由です。もうとっくに自由な身であなたは今のこの人生存在しており、そしてこの大切な変化の時にあなたは自ら選んで祝うために、しっかりとお祝いするために、喜ぶために自ら決めてあなたは今ここにまだちゃんと生きているのです。今生きて肉体を捨てた者たちは彼らのその、彼らがまた自ら決めて彼らの勉強学びを終えて、そして違うディメンションから違うエネルギーの状態でこの変化を見届けると、彼らは彼らの時をちゃんと全うして決めて、この体をこのディメンションを去っていったのです。悲しむ必要は全くありません。そして再会の時が間もなくやってきます。あなたの過去に愛したソウルたち、ソウルメイトたち、再会がちゃんと近づいてきていると私は感じます。私たちはみんな一緒に卒業、今のこれ今までの学び、今までのワークから卒業する時が間もなくやってくるようです。とってもワクワクとドキドキとちょっとだけまだそわそわしています。私もまだそわそわしています。嵐の前の静けさ、この嵐の前の静けさという言葉、最近何度も聞かれている方も多いのではないかなと思います。英語では Calm before the storm、
ストーム、このもう本当に直訳ですね、魂の、嵐の前の静けさ、この嵐の前の静けさがこの3月ではないかと思います。でもその嵐というのは恐れる嵐でもなく、何かを乱す、何かを破壊する嵐でもなく、私たちを光に導く、私たちを本当にもっともっと豊かな存在、豊かな人生へと導く、その嵐、この嵐と言っても光の虹の嵐、レインボーの嵐、そんな感じを、思い描いてくださればいいかもしれません。嵐の前の静けさ、それが3月です。そして私たちはみんなで力を合わせて夢を叶えていく時が来たのです。自由に、本当に自由に感じる、自ら私たちが、作ってしまったチェーン、鎖、この自ら背負ってしまった重荷を一斉にみんなで下ろして、チェーンを、鎖を切り合って、手伝って、お互いに鎖を取り合って、ほどき合って、そして本当に自由に、鳥のように自由に好きなところに飛び立っていく、そんな時が間もなく来るのです。たくさん、これは前にも他のビデオでも何度も言ったと思いますが、これからも体を脱ぎ捨てていく友達、仲間たち、ソウルたちが周りにたくさん出てくると思います。人間の目で、小さな目で見るとそれは悲しい別れのように感じるかもしれません。悲しいことで、不運なことであったように感じるかもしれません。でもこれからもこの 魂が体を脱ぎ捨てて、この古くなった、使いこなしすぎてきた、もう十分に使いこなしてきた体を脱ぎ捨てて、違うエネルギーとなって、違う体を選んで、違うディメンション、違う、姿を持って、この変化を、地球の変化を、素晴らしいこの嵐を、レインボーの嵐を見届ける者たちがこれからも増えていくと思いますが、どちらに、あなたがどちらに属していようと、私がどちらに属していようと、すべてはよし、すべてはお祝いです。すべては本当に自由な、そして私たちの夢の具現化、マニフェステーション、そんな時が間もなくきっとやってくると思います。3月、嵐の前の静けさ、すべては本当にちゃんと軌道に乗って、正しい方向に進んでいて、そして必要ではない、もうヒーリングワーク、必要ではないエナジーワーク、必要ではない学びは、誰かに何かを言われたからといって、今までのプログラミングの中であなたは病んでいると言われたからといって、あなたは病気だからと言われたからといって、ちゃんと癒されなければいけない部分がたくさんあると言われたからといって、読んだからといって、それらももしかしたら今までの地球上での私たちを私たちを捉えようとしていた偽りのプログラミングの教えであったかもしれません。どんなことでもこれからもクエスチョンしていってください。そしてあなたはもう生まれた時から今に至るまで、ちゃんとパーフェクトに完璧である、何も直さなければいけないものはない、変えなければいけないものはない、そんな状態だとしたら、あなたは一体どうしますか、どう感じますか、よく考えてみてください。あなたのソウルは本当に 100% 完璧なのです。
癒される部分も何一つ欠けている部分もありません。鳥以上に、空の王様と言われるイーグル以上に、あなたはパワフルで完璧で自由に空高く飛び立つことができるのです。自分で、そして周りから、社会から、イリュージョンの中で囚われてしまっていた、あなたを縛りつけてしまっていたそのエナジーのチェーンを全部一瞬にして、あなたは切ることが、あなたはドロップすることができるのです。静かな嵐の前のこの静けさを十分に楽しんでください。またしつこく最後に、あなたが何かを変えなければいけないとしたら、何かを癒さなければいけないとしたら、何かを捨てなければいけないとしたら、たった一つ、それはあなたのここにある、ここにある、ここにある恐れです。植え付けられてしまった、自ら植え付けてしまった恐れ、疑い、疑惑、不安、それらをすべて光に返してください。溶かしてください。ドロップしてください。切ってください。それだけです。十分にしっかりと、どんなものを目の前に今見ていても、すべてはイリュージョンです。私たちが一緒にクリエイトした、作り上げた、あなたが作り上げたイリュージョンです。そのイリュージョンを映画を見るように、今しばらくの間は静かにじっくりと楽しんでください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。ナマステ。